この2、3、4の指ができるようになりましたら、今度は第1子、1の指が出てきます。実はこの1の指が一番厄介なんですけれども、4子と同じく前言同じ位置ではないので、しっかりと理解しながら覚えていかなくてはなりません。下弦の1の指のみ2にくっつきます。この1の指がここで、あとは全部低い指になりますので、1つ目だけが2とくっついて、あとはですね、あとはこういう風になってます。1の指の高さの変化は、手ごとこうやって下げてしまわないように気をつけてください。1の指だけを必ず下げるように気をつけてください。常に意識していただきたいんですけれども、こういう風にしちゃうと、もう2の指がずれちゃうので、必ず1の指だけを下げるように、とにかくこれはしっかりと意識してやってみてください。このね、手ごと下げちゃうと本当に後の3本の指が全部変わっちゃうことになるので、1の指を下げるときにとにかく2の指を下げないように意識しておけば、全部下げないぞって頑張って意識しなくても2の指下げなきゃ他の指も下がらないので、とにかく2の指が一緒にくっついていっちゃわないようにだけしっかり意識してみてください。1の指は他の指に影響を与えやすいので、そういった、1だけじゃなくてその他の部分を気をつけながら感覚を鍛えていく必要があります。それらを意識して指の位置を理解できたら、あとはまた同じです。今度は目を閉じて同じことをする、全く同じですね。感覚の鍛え方は他と全部一緒です。では、いよいよ最後のスケールになるまでの最後の段階、ステップ5、いきたいと思います。1の指は先ほども申し上げました通り一番厄介な指ですので、別アプローチで今度は1の指をもう一度鍛えていきたいと思います。先ほどのステップ4では、同じ弦における1と2の感覚を覚えてもらったんですけれども、この芸線だったら芸線の2と1の感覚ですね、泥線だったら泥線の1と2の感覚、これを覚えてもらったんですけど、続いては違う現状になりますので、芸線の2と泥線の1、この感覚を覚えてもらいます。2は常に同じ場所なので、正直感覚的には泥線上の1と2の感覚と芸線の2と泥線の1の感覚も正直一緒なんですけど、2は一緒なんでね、一緒なんですけど、違う弦になったことで角度が変わりますね。ここが平行だったものと角度がちょっとこう下がりますよね、1の指が。なので少しちょっとした微調整が必要になってきます。この感覚を覚えていきます。直前に使った2の指と次に出てくる弦の1の指、これを捉えていきましょう。ここはね、1の指を隣にこう移動していきますので、押さえっぱなしにしておけばすごく簡単です。加工形では1の後に出てくる4の指っていうのをステップ3で出てきた4の指の感覚、これを正確に取れるかどうか、1から4の指、1から4の指、これを正確に取れるかというところを
下降系では意識していきます。上降系では2と1、下降系では1と4、この練習です。ゆっくりもう一度言ってみましょう。ゆっくりもう一度言ってみましょう。1が下がります。1はそのままです。4枠つきますね。1はそのままです。4枠つきます。4は先ほど押さえた4と同じなので、低い4で隣の弦を押さえる、この1と4の間隔。4は上がります。4は上がります。1はくっつきます。難しいです。ここまで来るとかなり難しいので、もうかなりゆっくり、とにかく本当に頭で理解しながら、譜面を見ながら頭でまず理解をして、理解をしたものをもう本当一弦ごとに、目と耳と感覚を使って指に覚え込ませてください。そして何度も何度も何度も繰り返して、思考を使わなくても目と耳と感覚だけで弾けるようになったら、今度は目を閉じてください。もうこのステップ5ぐらいに来るとかなりこの工程までに時間がかかると思います。でもステップ1からステップ4までを本当に完璧に覚え込ませてやっていた人なら、このステップ5もそんなに難しくはないと思います。ここまでを結構適当に、なんとなくこれでこれぐらいで完璧みたいな感じで、結構こうあっさりと次に行っちゃった人は、もしかしたらここでかなり苦労すると思うので、簡単なうちに体にとにかくしっかり覚え込ませて、退屈な内容ではあるんですが、ここをしっかりやっていくことがこのステップ5につながってきます。